コンジットカットとは、1950年代末期から1960年代、初頭に流星したロンドンの名フェアコンジット通りで仕立てられたスーツスタイル。ロンドンはテイラー街のサビルロー通りに隣接するコンジット通り。ここに50年代末期から60年代初頭にかけてニューウェーブのテイラーがの木を並べた。スタイルのテイストは、旧来のロンドンカットではなく、 大陸的ないわゆる後に、コンチネンタルと呼ばれる様式に近いテイストを持っていた。コンジットカットで有名なテーラーとしては、セロカステルや、アンソニー・イジンクレールが挙げられる。セロカステルは、コンジット通り42番地に店を構え、新しいセンスに敏感な俳優や富裕な顧客を持ち、スールンチェストといった胸を豊かに強調した、スタイルや、 欧州大陸の流行を取り入れたカッティングを提案していた。一方、アンソニー・シンクレールは、コンジット通りの43番地に店を構え、こちらも50年代のパリやローマのスタイルを取り入れたスーツを仕立てていた。彼を一躍有名にしたのが映画007シリーズで、ショーン・コネリーが着たスーツである。書物では、当時の映画を監督したテレンス・ヤングごヒーキの テイラーとして記されている。4作目のサンダーボール作戦では、ショーン・コネリーの仕立て人として、アンソニー・イーシン・クレールの名前をエンドクレジットに見ることができる。コンジット通り界隈に軒を並べた、新進テイラーたちの手掛けるコンジットカットには、定められた特徴は存在しない。サビルローの伝統的なテイラーとは異なるアプローチで、当時としては、 ニュートレンドのモダンなスーツを仕立てていったという点では共通している。あえて言うなら50年代末期より参見されたミニマルなスタイルでイギリスの土着性よりも欧州大陸を見据えた国際的なセンスに注目している点である。アメリカンスーツの影響を指摘する向きもあるがサックスーツのルーツはアメリカに出稼ぎ移民した。 イタリア系及びユダヤ系の仕立て職人の仕事であり、英国スーツの構築性を持つコンジット系スーツとの関連性は、希迫と言わざるを得ない。なお、コンジットカットに唯一共通するものとして、ラテン系スーツに参見されるチェスト部分からポケットを通り過ぎて、裾にまっすぐ落ちるエクステンドダーツがある。ありがとうございます。